ご自覚がないだけで、とうに玉依姫として覚醒していらっしゃいました。そうでなければ、どうして私の呪法を解き、守護者の契約を交わすことができましょう。あなたに足りなかったのは、覚悟のみ。ご迷惑をおかけしました。鬼切丸の破壊は私の悲願でもあります。私も試合は終わったのかね。守護者としての務め、そして一人の人間として自分の最も大事なものを最悪から守る。力はアリア様とフィアさんが、鬼切丸の力はミツルちゃん、君がそれぞれに抑えてください。あなたは僕に封印の力をください。貴様らのような愚者に何ができる。神の力を前に始めます。我が力よ、今一度我が願いを聞け。純然たる邪悪をその力をもって浄化せよ。姫の血がもし本当に私にあるのだとしたら、今その力を貸して。
これは幕開けなのだ。国書に記される神の時代の始まりがこんなところで邪魔されてたまるか。これで全て終わりにする。見切り丸にまつわる全ての終わりにトライ。お前ごと鬼切り丸を壊す。マグスは日の下ではその力を半減するのだろう。それだけのダメージを日の下で生きていけると思っていたのか。神に…なる…ドライ、せめて安静なる闇に眠れ。鬼切り丸の力ももう感じません。でも、お兄さんが…手に殺しちゃダメですよ。終わりです。鬼切り丸のことで悲しまなくていい。私は
罪を犯しました。どのような処遇も覚悟の上。フラフラです。でもそれはみんな一緒ですよね。改めて考えてみるとほとんど奇跡だな。この顔ぶれであのドライをロゴスの四賢人の一人を倒したというその事実が奇跡だと言っている。当然だ。私はアディア・ローゼンブルグは自らの敵は自らで果たす。ありがとう、犬飼君。あなたたちと出会えたことの方が私にとっては奇跡だったわね。それにしてもアリア様の言われたことも本当よね。こんなに細い可愛らしい子がね、ドライに勝っちゃうんだもの。最初に会った時は大丈夫かなって思ってたけど。それはあなたがいたから。僕はずっと一目会った時からあなたのお役に立ちたいって思ってたから。あの戦いは終わったけど、そのこれからもずっとそばにいていいですか。鈍いのね。告白されてるのよ。答えてあげなさい。フィア、今更な気がするのは私だけか。男女の中にはそのようなことがままあるのですよ。アリア様ももう少し大人になってから。
お待たせしました。変ですか？玉依姫様、祭祀の準備整っています。